75年10月31日、昭和天皇は初の公式記者会見を行う。戦争終結にあたって原子爆弾投下の事実を陛下はどうお受け止めになりましたのでしょうか、お伺いいたしたいと思います。この、原子爆弾が、投下されたことに対しては、遺憾には思ってますが、こういう戦争中であることですから、どうも、広島 市民に対しては気の毒であるが、やむを得ないことと私は思ってます。